どうも、こんばんは、エネムです。さてと、メンテが終わりましたね、やっと。今回1時から1時までってね、久しぶりに長いメンテだったんですけど、今回メンテで追加されたのは、ストーリーモード、毎回毎回石を大量に回収させてくれるイベントでのストーリーモードが、復刻したのと、新しいのは来てないよね、復刻したのと、クリスマスガシャですね。ちょっとガシャの方を覗きに行こうかな。というか、後ろの背景変わってるんだね。去年変わってたかな？変わってないと思うんだよね、多分。クリスマスのガシャの動画上げたと思うけど、変わってなかったと思いますね。ちょっと画質が荒いような、そんな気がするんですけど、まあそこはね、触れないで、おきましょう。今回、イトリさんと高月がね、ラインナップか、入ってると思うんですけど、UR としてね。お名前なんて入れましょう。いいですね。ピックアップ。なんか、ラインナップとピックアップ、何が違うんだろう。ああ、まあ、これは言うて、詳細説明みたいなもんかな。なんだこれ。これどういうことなんだ。こんなポーズで出てくんのかな、最初。なわけないよな。聖夜に酔う、イトリ。まあまあ、あれを見るか。あ、なんだこれ。どういうことだ。これなんだ。あ、直接もうカードとして、なんかフォルダっぽくしてね、見せてくれるってことなのか。うわー、なんか、見たくない奴らがいるんだけど。あー、まあ、とりあえず、イトリさんから見ていきましょう。秘蔵のワイン。仲間の最大体力、プラス 50%。自身は仲間のグール連携、連携段階分毎ターンスキル短縮。あー、なるほどね。自身だけか。で、専用スキルに変化と。さあさあ飲みたまえよ。範囲内の仲間グールの攻撃力プラス 220%、過去6ターンということでね、強っ。 220、自身はスキル使用時の、グール連携段階分スキルターンマイナス3ということで、220で6ターンでしょ。220で6ターンでしょ。おひなさまひなみが確かサークル内であれ何歩だったっけ、忘れた。220より高かったような気がするけど、あれそんな6ターンも持たないよ確か。仲間グールの攻撃力プラス400。はい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 。これも6ターン。220って低いのかな、わかんない。俺はそんなバフ使わねえからな。でも大体さ、平子にしても150だし。まあいいか。ここら辺のことはまあよくわかる。使ってみないとまあわかんないってとこですね。サブ系は。プラス80か。攻撃力プラス30。自身はスキル使用単中。あ、自身これ、自身なのか。なんか経験上、その、プラス80もいらない体力、正直。火力に回った方がいい。これが逆だったら相当、化け物のような気がするんだけどな。まあ、僕のにわか知識じゃあんまりね、断言できないんですけど。何々さんへと、自身の攻撃力プラス20、20じゃないわ、200、1コード分、さらにこのターン、襲撃ダメージプラス100、うん、格闘でしょ？プラス300、400と、上がっていくんですけどね。はあはあ、まあでも、絵柄的には欲しいんだけど、俺はもうちょい石を貯めさせていただこうかな、どうしようかな。いつもの俺なら引いてたんだよ。だが状況が状況だからな。でも、イトリさんは欲しいな。ちょっとグループ、ピエロクリスマス、元4区ということで。なんだ、あれ。ウタさんもそうだけど。ヨモさん。ヨモさんって、4区ついてたっけ？まあいいや。で、サンタトーカの情報修正が来たということで、まあ、ここで見ただけではね、わかんないんで、ちょっとサンタトーカ見に行きますか。多分ここら辺に書いてるでしょ。
何が強化されたんだろうか。ああるわ、あ攻撃力が上がったのか。さすがに1万超えてないっていうのはな、 UR で。ああバフがあれだね、パーセンテージが変わったんだね。ああなるほど、覚醒4、あ潜在覚醒も追加されたんだ。プラス1000、スキルダウンプラス3、スキルプラス1。だいぶさ覚醒させようとしてんな。ムカデより多くね。まあまあいいや、どうしようかな。何しよう。なんで、あなるほど追加なのねこれ。しかもなんでシャープ12だけなの、なんでシャープ12だけなんだろうか。うわーこれだるいな。ああ今更だけどよくあんなのやってたな。まあ、どうせオートで回すんだけどね全部。ちょっと一番最新のやつの特急行くか。これさ難しくはないか。でもなんか死んだら嫌だから、死んだら嫌だからさ、よろしく。いけると思うんだ。あやべ、永続性で固めてくるんじゃなかった。しくったな。まあ、負けたら負けでいいや。さあ始めよう。こんな感じかな。あいつ死ぬのかな。ああ死なねえか。あこれババさん、あ違うっけ。今ちょっとヘッドホン言ってたから、よいしょ、絵が見えなかったけど、今のババさんか。ババさんって美角だっけ。撃つのもったいないかな。あババさんだ。ババさん可愛いよな。グルカルオリジナルキャラクターの中で俺だいぶ可愛いと思うんだけど。フロア何本だっけ。始めよう。あ2ね。オッケーオッケー、余裕っすわ。あーほら見ろよ、苦手属性だ。やべえかもしれねえ。苦手属性はちょいとヤバめかな。しかもこれ壁がさ一面しかねえじゃん。お得意の壁役はできないわけですね。さあ始めよう。平子で2人ともにさ攻撃バフかけてスキルで叩きたいな。まあでも余裕か。相手スキル何使ってきてたっけな。何範囲か違う。あー確認強化。危ない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 、壁役で一発で沈みそうじゃないか。やっべ、うわーやられた。そうだよな、グール相手にこんなことしているとこうなるんだよな。まあ、普通にまずいですねこれ。19万、ピヨってんな。まあ、ピヨってるって言ってもこの距離だと当たるか。この一撃、ここ平子で連携2ぐらい取れないかな。ここか、早いかな。あー早かったか。まあ、多分でも有馬が死んでも平子でいけるっしょ、知らんけど。さあ始めよう。ワンチャン、ワンチャンある、ワンチャンある、ワンチャンある。 OK ここだね。まあ、これで沈むんじゃないかな。うわギリいかねえな、危な。なんで有馬の方に飛ばさなかったんだろうか。さようなら。てか今日雨でやべえ、めっちゃ雨の音聞こえるんだが。代わりのクインケがいるな。
僕の経験則上クリスマスに雨降ったことって雨じゃねえわ、あの雪降ったことってないんですよね、記憶上。ああおそらく、ということでね、今回はクリスマスガシャの様子見と、ストーリーモードの特急を断罪までちゃちゃっとクリアしましたね。まあ多分オートで回すんでひなみでやると思いますね。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況でお会いしましょう。次動画上げるのは多分日曜日ですね。